皆さんこんにちは。初めての三国志 TV のナレーターの宇治一生です。今回は初めての三国志の編集長カワウソさんの斉藤義達は道さんの実の息子、道さんを討った本当の理由はについてご紹介していきたいと思います。またよろしければ動画の下にコメント欄があるので、そちらも覗いてみてください。あなたからのコメントもどしどしお待ちしています。コメント欄をにぎわせて、みんなで歴史観や考察を深めていきましょう。斉藤義達は道さんの実の息子、道さんを討った本当の理由は。2020年の NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」の主人公明智光秀、彼の前半生に大きく関わる人物に美濃の戦国大名斉藤道さんがいます。父子二代で成り上がり、天文年間には美濃の守護時頼成を追放して下克上を達成した道さんですが、皮肉にも息子の義達に討たれてしまいます。ではどうして義達は父道さんを討ったのでしょうか。義達の父が道さんではないという話は虚構。斉藤義達が道さんを討った理由として広く知られている話に、実は義達の実の父は道さんに追放された時頼成だからだというものがあります。具体的には、頼成は手柄を立てた道さんに愛称の三好野を譲り渡しますが、実はこの時点で三好野は義達を解任していたというものです。しかしこの話は同時代の資料には出てきません。例えば新朝後期には道さんは義達をボケと見て、次男孫四郎、三男喜平次の二人を利口と見て、三男の喜平次を一色上門大夫に官位を進めて溺愛した。このように道さんが義達を無能と見て、三男を可愛がったので憤慨した義達が病気と称して稲葉山に引きこもり、道さんがびっくりして病気見舞いに孫四郎と喜平次を向かわせると、義達は二人を殺害したので道さんは兵を挙げざる得なくなった事情を記録しています。ただ義達の出世の秘密についての記述はありません。その後江戸中期の尾張藩地理学者松平秀雲による随筆「高校雑録」にも道さんが「義達が道さんが弟たちを寵愛するのを憤慨し、一計を案じて弟たちを殺して挙兵したこと」は書かれていますが、義達の実父が頼成であるという話は出てきません。一色氏を名乗った義達、ようやく幕末になり「岐阜軍記」という本の中に関城主の永井隼人助道俊という人物が、君は前太守時頼成の子で、道さんは実父ではない、実は君の臣にあたる、その上頼成公は道さんのために国を取られて敵である、と義達をそそのかす記述が出てきます。同時代に義達の出生の秘密が出てこず、それが幕末に出てくるという点に信憑性の弱さを感じます。また義達が道さんの実子ではなく、道さんが追放した頼成の子であるという話が因果応報的であると同時に、子による父殺しをドラマティックに説明できるために広まった脚色であるようです。ちなみに斉藤義達は道さんを討った後、室町幕府で四色家を務めた名門一色氏を名乗っています。これは美濃の成り上がり者の斉藤道さんを連想させる斉藤姓を捨て、自分が時重頼の子孫であることを世間に印象づけるためであったとされています。このような義達の行動が、義達は自身を時頼成の子だと思っていたというふうに曲解されて、道さんの実の子ではないという風聞につながったのかもしれません。六角上帝城書には道さんの子と記録される。また第三者の目から義達は道さんの子であると書かれた文書もあります。永禄3年1560年に出された六角上帝城書がそれです。ここには道さんと義達は義絶し、義達は父の首を取ったと記述されています。この文書が書かれる少し前、時頼成は道さんに追放され、妻の兄弟であった六角義方を頼り保護されていたこともあり、ここから考えると六角上帝城書は頼成や頼成の妻からの情報であると考えられます。つまり頼成自身が義達は自分の子ではないと考えていたと取れるのです。
やはり当時の社会では義達は道さんの実子であり、道さんが無能の義達を嫌い、弟に家督を継がせようとして危機感を持った義達が道さんを倒して実力で美濃の支配者になったと考えられていたのでしょう。義達が道さんを討った動機。義達が道さんを討ったといっても最初から義達が道さんを嫌っていたわけではありません。天文23年26歳になった義達は道さんから稲葉山城を譲られ、城下に版物を出して執政を開始しますが、その頃の義達は斎藤新九郎俊久で署名し、道さんの名前であった俊政を引き継ぎつつ花押も似たものを使用しています。ところが家督を譲り隠居したはずの道さんも、義達が発給した版物とは別に自身も版物を出して義達の決定を追認するような構えに出てきます。これでは義達はたまったものではありません。同時代を見てもこのような版物を追認する版物を発給しているのは道さんくらいしかなく、当時の美濃の有力者で義達が家督を譲られたと考える人はいなかったでしょう。恥をかかされた義達の憎悪が道さんを討つという選択肢を選ばせたのです。道さんの罪滅ぼし。自ら義達に討たれた道さん。道さんにとっては近隣に織田信長という強力な戦国大名が出たのも大きかったでしょう。我が子の義達は信長にはかなわず、美濃は信長に制されるだろうと予見できても、それでも家督は義達に譲らざるを得ない。この屈折した気持ちが義達に家督を譲り自身が監督するという大御所的な発想に道さんを導いたのです。屈辱とやがて弟たちに家督を奪われると危機感を持った義達は仮病を使って弟たちを稲葉山に呼び出して殺害。直ちに兵を挙げると2万人という大軍が集まります。ここで道さんはすでに美濃の大勢が義達についていたことを悟りました。道さんに呼応したのは2000名に過ぎなかったからです。ここで道さんは逃げるか戦うかの2択を迫られます。道さんが選んだのは勝ち目の薄さを押して義達に挑むことでした。当初道さんは天然の要害である鶴山に陣を構えていましたが、どうしたわけか山を降りて長良川で義達の大軍と戦い廃止します。あるいは内戦を長引かせて美濃が他の勢力の侵攻にさらされることを憂慮して自ら死ぬつもりで山を降りたかもしれません。または自分の予測に反し2万の大軍をまとめた義達の手腕に対する罪滅ぼしの気持ちもあったのではないかとカワウソは推測します。戦国時代ライターカワウソの独り言。斎藤義達は信長の敵役になってしまうせいかあまり良い描かれ方をしませんが、信長と同時期に荘園制に由来する中性的で複雑な支配体制を強権的に否定、豪単位や軍単位での地業地の再編成に着手しています。義達は34歳で急死してしまい、治世が6年間と短期間なので評価が難しい人物ですが、道さんが悲観してしまうほどに凡庸な人物ではないようです。他人の評価は正確だった道さんも、我が子となるとその目が悪い意味で狂ったとすると何とも言えない因果を感じますね。最後までご視聴ありがとうございます。今回の初めての三国志 TV はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからも初めての三国志をよろしくお願いします。